どうもこんにちは、ヤクです。こんにちは、ヒョギンニだ。来ました、メガ割り動画2本目でございます。9点で11月17日から26日までのスペシャルセール期間がやってきました。これ言うの2回目。普段よりもですね、格安な値段になっている韓国コスメスキンケアももちろんなんですけれども、誰でも使える 20% 引きクーポンが配られるので、このメガ割り期間だけは本当に買い物する方がいいんですよ。そんな買い物しなきゃもったいない9日間ですが、今回ですね、メガ割り期間中、ヒョクチャンネルはすんごいことになっております。というのもですね、皆さん、なんと、ヒョクの特設ページを作らせていただきました。なんとこのスキンケアマニアでセラム大魔王で化粧品成分スペシャリストの僕がですね、今回メガ割りで注目すべきコスメブランド9つを今回のメガ割りで、これは買いな商品を 20% 引きクーポン発行日と同時にご紹介いたします。ヒョクのお墨付きマークが目印となっております。さらにですね、最後の方でお知らせしますが、なんと全額キャッシュバックキャンペーンとかもあるみたいなんで、ということでメガ割り注目コスメ9ブランド中4から6ブランドの今が買いな商品をそれぞれ2つずつに絞ってご紹介いたします。徹底的にレビューさせていただきますので、これを見て気になった方はぜひまた売り切れる前にチェックしてくださいね。それでは2段目やっていきましょう。レッツゴー。今のセール期間中に買うべきブランド、本日の1つ目はこちら、ミルクタッチです。ミルクタッチは韓国日本問わず人気でして、日本でも美容系 YouTuber の中でも愛用者が多いですよね。まあこれをね、勧めずにはミルクタッチは語れないのかなと思い、一番おすすめはこれですね、ミルクタッチヘデラヘリックスバランスクリーム。中でもこのクリームはミルクタッチでトップクラスの人気商品でして、ファヘという韓国女子なら誰もが知っている美容製品を網羅したアプリがあるんですけれども、そこでもですね、なんとレビュー評価が5点満点中 4.23、 めちゃめちゃ高いんですよ。これ 4.2 以上ってなかなかね、限られるんですよ。ということで僕がね、今回これを使用してみて正直な感想は、こういう言い方していいのかわからないんですけども、よみがえりですね。というのもですね、ヘデラヘリックス成分はミルクタッチブランドが特許を所得した成分でして、毛穴に皮脂や老廃物が詰まり、炎症を起こしてニキビになったりするような刺激を受けた肌を落ち着かせて、キメを整えて健やかにしてくれます。でもちろん歯科成分であるツボクサエキスも配合されておりまして、二重でしっかりケアができるんですよね。でさらに三重のヒアルロン酸を含んでいるのですが、これが低分子から高分子までございまして、低分子は細かいため浸透率も良く、しっかり保湿してくれます。で高分子ヒアルロン酸は大きいため水分による保護膜を作ってくれます。ちなみによく聞くヒアルロン酸ナトリウムはですね、メジャーなヒアルロン酸名でして、低分子から中分子までの大きさを形成してくれます。ヘデラヘリックス成分で毛穴の炎症と荒れた肌をケアして、三重のヒアルロン酸で水分バリアを作るので、肌を蘇らせるという意味で勝手にですよ、勝手に肌を蘇らせるという表現をしてみました。であとこのクリームのいいところは、20種の中注意すべき成分が入っておらず、さらにアレルギー誘発成分も一切ないんです。だから化粧品成分安全グレードでグリーン特許認定でして、どんな人のタイプでも使えますし、洗顔料はいいのを使っているのにぶり返してるニキビがあるよっていう人はこれちょっと使ってみてほしいですね。特に夜のクリームを変えるだけでも気づきがあると思います。であと機能性成分としては、シミケア、トーンアップケアの機能性成分としてナイアシンアミドとニコチン酸アミドが入っていて、シワなど年齢に応じた機能性成分としてはアデノシンなども含んでおりますので、目代わりで安く買えるクリームでもし迷っているなら、今回はまずこれをおすすめしたいですね。じゃん、二つ目もミルクタッチ人気商品です。ミルクタッチヘデラヘリックスコラーゲンマスク5枚入り。これね、クリーミーなミルクタイプのエッセンスでたっぷり含んでるんですよ。マスクもね、すごく密着力が高いんですが、その理由はセルシートだからですね。しかもエッセンス量がめちゃめちゃ多いので、20分間つけててもシートが乾燥しないレベルです。成分に関してはさっきのこのクリームと同じように、ヘデラヘリックスと三重のヒアルロン酸が配合されているんですが、さらに三重コラーゲンも入っておりまして、お肌に豪華なディナーを与えたい時にすごくおすすめなパックですね。はい、メガ割りで今が買いな次の商品は、二つ目はみんな大好き VT コスメティクスです。乾燥してくる季節にはこれだ！ VT スーパーヒアルロン7デイズマスク7枚入り。
はい、皆さん VT のスキンケアと聞くとやっぱりシカシリーズが一番最初に浮かぶと思うんですが、まあ、シカシリーズは僕含めいろんなね美容クリエイターさんが何度もおすすめしているので、今ではもう VT のシカシリーズを知らない人はもういないんじゃないかなっていうくらいなんですが、冬のこの目代わりでしたら僕はこっちのスーパーヒアルロンシリーズをおすすめしたいです。といってもこのスーパーヒアルロンシリーズをまだ使ったことがない人もいらっしゃると思います。なので簡単に説明しますと、スーパーヒアルロンシリーズは水分保湿に特化したシリーズで、ジェンダーレスをコンセプトに作られているものだそうでして、時代に合わせてスキンケアを提案するのが VT コスメのいいとこですよね。そしてヒアルロンといえば水分保湿なんですけれども、よくね皆さん夏よりも冬に口周りにニキビができやすい人いらっしゃるじゃないですか。あれって乾燥が原因で皮膚が硬くなり、落ちるべき古い角質が残ってしまったりで、老廃物と皮脂が一緒に溜まってしまい、毛穴にそのまま詰まったりして、乾燥のせいで皮膚も硬くなっているから取り除きにくくなっていて炎症を起こしたりするんですよね。何が言いたいかというとですね、保湿力の不足はニキビにもつながります。これはですね、混合肌の方によくありがちなんですよね。油分は足りてるのに水分が足りていないからこそ、皮膚はこれ以上水分が蒸発しないように守るために皮脂を過剰に分泌しちゃって、油分で肌に膜を張ろうとするので、それで油分が多くなるっていう人がいらっしゃるんです。というか多いです。でこのスーパーヒアルロンシリーズは一言で言うなら、もう水分爆弾ですねこのマスクシートを使うとボンとも水分保湿がマックスみたいな、というのもですね、なんとここにも書いてあるんですけれども、8種類のヒアルロン酸成分が配合されてるんですよ。これねスペシャルホームケアとしてすごくいいのですが、そうなると毎日使いは重いんじゃないのって思う方もいらっしゃるんですけれども、毎日使っても OK なウォーター保湿マスクです。シートもこれまたね二重のレイヤーシートでして、密着度がねやっぱ VT のシートはやっぱすごいですよね。7日間で使えるので新鮮なうちに使い切れますし、エッセンス量も非常に多いです。なのでこのマスクで1日中油分もコントロールできて、7日間スペシャル集中ケアとして使ってみて、飛ぶぞ。はい、スーパーヒアルロンシリーズとしてはこれもおすすめですね。 VT スーパーヒアルロンバブルスパークリングブースター10個入り。このねスパークリングブースターを前シカシリーズの方をね使わせていただいたんですけれども、あれからスパークリングブースターすごく気に入って、ガチで僕の一軍スキンケアです使い方は簡単でして、メイクをしていましたらメイクを落として顔の水気を取った上でこれを絞って素早く顔全体に塗り広げます。エッセンスをたっぷり含んだクリームでマットなテクスチャーがあっという間に微細なバブルに変化します。だから出したらもうすぐに広げてくださいもう30秒以内どんどん出てくるバブルで優しくローリングしながらマッサージをして、ぬるま湯で洗い落とします。使用した感はですね、このバブルが保湿成分まで含んでいて、毛穴の老廃物を洗浄して潤った綺麗な肌に整えてくれるって感じですね。ただこのスパークリングブースターは毎日使用はダメですよ。まあ週に1回ぐらいの本当スペシャルケアとしてすごくおすすめです。3ブランド目はこちらです。ラボン。ラボンはですね、洗顔スキンケアがベストセラーなんです。9点でもなんと目代わり期間中だけでも1万本売れちゃうくらいすんごいんです。アクアリシアという肌の水分を維持してくれる成分があるんですが、この成分が良きでして、洗い上がりがね本当に突っ張りにくいんですよ。ということでラゴム一つ目の商品はこちらです。ラゴムジェルトゥウォータークレンザー。これジェルなので泡立てる必要もなく、朝の時短にもなりますし、これ顔にね乗せて優しくマッサージするとジェルだったものが水っぽいテクスチャーに変化していく感覚は楽しいですブランドさんからもこれはですね朝を推奨しているんですね。で僕がこのアイテムを数日使ってみた結果、これ逆にいい意味とも捉えられるんですけど、ジェルから水に変化してアクアリシア成分で水分を維持してくれるので、洗い流す際に水のベールをまとったような肌になる感じが、なんかこれどこまで洗ったらええねんっていう感じになるんですよ。なので洗浄力は割とマイルドです。本当に朝用なんですね。そしてここからはレビュー内容なんですが、こちらにも記載してある通り、下2つのね乾燥肌や敏感肌に比べて、脂性肌の人にとっては注意すべき20種の成分が一切ないので、脂性肌の人におすすめですね。つまりオイリー肌の人におすすめです。で他にも成分表を見させてもらいましたが、リモネン成分の由来となるオレンジオイルやラベンダーオイルが入っているので、植物油からなる成分にアレルギーを持つ方や敏感な方は使う際にね事前にパッチテストするなりして最初は注意した方がいいですね。気になる方はね事前に美容アプリなどで調べてみるのもいいですね。2つ目はこちらです。ラゴムマイクロフォームクレンザー。
実はですね、ラゴムさんのこの洗顔料は日本ではジェルトゥウォーターの方が人気なんですが、韓国内での人気はこっちだそうです。これ韓国コスメあるあるですよね使用した感じはですね、泡も生クリームみたいにもっちもちで、本当にすごい極小バブルですね、マイクロバブルですね。ちなみに一緒に泡立てネットが入っているので、それで泡立てると濃密でモコモコした泡がすごく気持ちいいです。そしてこちらもですね、正直にお話ししますと、自然肌と敏感肌タイプの方は注意すべき成分がいくつか入っています。なのでこれは逆に乾燥肌でそこまで肌が敏感じゃないよっていう人にとってはめちゃめちゃいいです何より洗い上がり後のあの突っ張りにくさは本当すごいはい、こんな感じでですね、このメガ割り9日間僕がですね、もはや9点アンバサダーかのように韓国コスメスキンケアを中心に皆さんに良さもお伝えしつつ、僕の徹底レビューをお伝えしつつ、目変わりだからこそ今が買い時な理由もご説明させていただきました。これをですね、全部で9ブランド今回やっております。セレム大魔王の僕がですね、メジャーな大手のコスメブランドももちろんご紹介しますが、僕が実際に使用してみてこれから伸びるであろうをコスメブランドもご紹介していきますので、そしてさらに冒頭でもお話ししました嬉しいお知らせです。なんと今回100万円山分けキャッシュバックキャンペーンこちらですね、急遽決まったんですよ僕もちょっと見ながら説明させていただきますけど、今回僕の特設ページから動画で紹介した商品を購入した方の中から抽選で100万円分の9マニを山分けキャッシュバックします。そのサイトの中にも、詳しくね、今回のキャッシュバックキャンペーンについても書いてありますので、ぜひ概要欄の方からリンクを飛んでみてください。徹底レビューのこのお墨付きマークがあるのが今回の僕がレビューしたものでございます。もしも皆さんの中で他のコスメも試してみたいけど新規はちょっと不安だなっていう方、ぜひ僕のこのマークがある商品を参考にしてみてください。さあ残り3ブランド一体何が出てくるのかな次の動画もぜひ参考にしてくださいね。それでは今日もご一緒に今日より明日綺麗になりましょう。以上ヒョクでした。バイバイ。